じもしかして。はい、あ、違う違うの。あ、乗った乗ってくれた、いけ、はい、進め、はい、おー、途中で止めないと。ここ楽しいね、車ごっこ楽しいね、車乗るの上手だね。おー、いけ、いけ、うまい、うまい、さすがです。 OK です。あ、溺れちゃうよ、そんなことしたら。内容は伝えられずここに来たんですけど、一体何を？あ、オフ会です。カクカクシカジカでして、え、あの森中さんとウリハが同時にオフ会会場を立てたら、うん、なぜか会場が隣り合わせでどっちが人を呼べるかの勝負をしているだってな、そうなんだって。こっちこっちこっちみたいな案内するから、もうなんかどっか案内されんだって思ってついてったら森中さん来るじゃん。で、森中さん目の前で殺されるじゃん。ダメだよ、ダメ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 、絶対ついてくる、うん、ちょっと待って、死ぬんだけど。そしたらその後ウリハが目の前に踊り出てきて、次は お前がこうなる番だぞみたいな感じで言ってないよ。まやずみさん、久しぶり、久しぶりに見たんだけど、え、ちょっと面見せて。いや俺にはそう見えた。いやでもそれウーちゃん関係なくて、私の発作だから。でも怖いなと思って、その2人が一緒にいるイメージはやっぱりあったから、俺の中でウィスピーで、あー一緒に行動してんだなみたいに風に思ったら、急に目の前で森中和崎が殺されて、うん、次はお前がこうなる番だみたいな感じで目の前に来られて、うんうん、あー怖いなと思って、俺打ち震えてたわけよそこで。打ち震えてたらもうなんか剣振り回して、お前はこっちに来い、こっちに来いみたいな、2人がかりでやられて、じゃあしゃあなしついていくかって思ったら、目の前でなんかトロッコ出されたわけよ。乗りたいって言ってるように見えたんです。いや乗りたくない、乗りたくないっていうアピールをしたのに、トロッコバーンって一発殴られて、お前はここに乗るんだよっていう風に言われるわけじゃん、そこで。あ、出荷されたわけね。こっちだよ、あゆずみさん。あ、レールに乗っていきたい感じもしかして。はい、あ、違う違うの。あ、乗ってくれた、いけ、はい、進め、はい、途中で止めないと。だから乗って、もうそしたら押されて出荷されるわけだよね。で、出荷された先には翡翠が待ってて、それでまた剣で殴られて、早く降りろって言って。ひどいな。怖すぎて俺もう水に逃げたんだよ、泳ごうと思ったら。そしたらその水をなんか氷のブーツで氷漬けにされて、俺を埋められて。OK です。あ、溺れちゃうよ、そんなことしたら。水の中を泳げない。が沈めてる、これ、が沈めてる。閉じ込めてる。でもマンモスになるんだこのままと思って、数億年後に俺は初めて発見されて、この時の人類はこんな感じなんだっていう風に思われるんだと思って、って言って今ここに来てるわけだから、もう正直コリゴリです、この二人には。何か救いがあるなら救いを求めたい。前住くん、肌は本当に純粋な思いで危害を加えないつもりでケーキをただ用意して会場を作って待ってるから、楽しい思いをしてマイクラを終えたいって言うんだったら、肌のところに来てくれたら嬉しいなって思うな。そこまで言うならちょっと俺は森中さん側につくわ。ってことで、じゃあさよなら。なんか仲良さそうだった ね。こちら入る好きなさそうだった。いいんじゃない、なんか幸せそうだったし。ケーキ食べるんだったらちょっとご一緒したくない？そうね、ケーキは食べたい。うん、ケーキは食べたい。な、えい。って思ってるんだろう。いやなんか多分きっと、あれ、あ、殴られた。あれ、ザのことだからさ、きっとこうみんなでケーキ食べれて嬉しいなって言ってるかなって思ったんだけど。あ、まゆゆ泣いちゃってるよ。あー、ほんとな。まやずみさん、だから言ったじゃん、ザの方に行かない方がいいんだってば。こっちおいでよ、まゆ。泣いちゃった。私たちのこと攻撃してきたよ。歩み寄ろうと思って登場したのに。いや、そういうことじゃない。それはどういうこと？ちょっとその話詳しく聞かせてよ。おい、何ワクワクしてんだよ。ちょっと待って、じゃあそうじゃなくて、前住君を守ろうとして殴っちゃったの。でも暴力以外にも守る方法ってあるよね。だって今震えてたよ、横で、部屋の横で。だから守ろうとしたの、母親の原理と一緒。確かに俺のことを守ってくれてるんだったら、それは仕方ないことなのかなって思うけど、いつかその矛先が俺に向くんじゃないかって思うと怖い。向けないよ。でもウイハはウイハで、前に手錠繋がれたこととかあるし、幾度となく暴力を振るわれた形跡はあるから怖い。怖いよね。大丈夫、あの前住君、あの肩が絶対守るから。
だから信じてほしい。カザトのオフ会で楽しんでほしいの。分かってほしい。私は手錠とかはあくまでエンターテインメントとして企画としてやってることだから、本当に気をつけようと思って暴力を振るったことは一回もないの。でも一回殺したよ、翡翠はカザキを。人を殺しても何も罪と思わない人間がいるパーティー会場に行けるかっていう話になってくるじゃん。あ、じゃあ私出てくよ、大丈夫だよ。ウイハはどっちを取るのじゃあ。え、この二人ですか。なぜ選ばなければならないのでしょうか。皆さんで一緒に仲良くできる未来というのはないのでしょうか。だって人を殺めてるもん、こいつは。お前は人殺しだ。人殺しめ。うし、二回も殺された。あ、二回も殺された。一回しかやってないよ。ヒスピ反省してるんだもんね。するよ。まゆずみくんが選んだのはカザなんだよ。でも震えてたよ。でもそれはウイハちゃんたちに対して震えてたから、だから追い払おうと思って、うん、あの殴ったりしてただけなんだよ。それって精神的な束縛ってこと。そうだったのかな。俺優しい言葉とさ、自分は正しいよっていう言葉をか投げかけて。いや、まやずみくんはよく迷いがちだから、カザが導いてあげないといけないと思って。私こういう人何人も見てきたよ。でもいいよ、全然。あのこの二人のオフ会に行きたいんだったら、カザはこうやって罪悪感を植え付けてくるんだよ。ただこの人たちは本当に人を殺して、しかも殺めようとして閉じ込めようとした人たちなんで、その人たちの言葉を信じるの。あなたのことを優先するよって言って甘い言葉をかけてくるんだよ。まやずみさん、結局あなたは私たち三人の女の子で誰を選ぶのよ。俺は俺を守る。マジか。詰めすぎたな。はあ、教訓だね。